OK。 おはよう。ああすごいことになってるね。ああなるほどね。ちょっと待って。はい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 。ほーんって感じだね。ほーんって感じ。楽しいねこれ。おはよう。よし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 。ガウさん、ももちさん、オルニストさん、ゲンさん、ミーさん、ウバグルマさん、パワジャン番長さん、音速の気候師さん、マックス時315号さん、箱押しさん、鈴人さん、グッさん、こんにちは。マックス時315号さん、金魚ありがとうございます。 662BPM さん、こんにちは。天使さん、こんにちは。イチタさん、こんにちは。なーにこれは、ももちさん、なんかあのこれはなんだ、ユニコーン、ユニコーンクマちゃん、あ、合ってる。ありがとう。合ってるのかな、初めて見ましたけど、ありがとうございます。グッさん、星花火ありがとうございます。黒羊さん、ミャーさん、ファンタンさん、こんにちは。ドラミュンさん、ひろのりさん、こんにちは。ケータさん、こんにちは。ハートありがとうございます。鈴人さん、星花火ありがとうございます。おもちさん、タコちゃん花火ありがとうございます。あ、やばい、ちょっと待って、やばい。慎太郎さん、この四尺玉ありがとうございます。四尺玉花火、あ、違う、間違えた。四尺玉タワーって言うと、四尺玉花火って普通のこと言っちゃった。ありがとうございます。渡り鳥さん、こんにちは。ケイタさん、ハートありがとうございます。ミーさん、星花火ありがとうございます。カズオくん、こんにちは。黒羊さん、ももちさん、グリッターありがとうございます。ナナシさん、こんにちは。全部読めた全部読めたかな。ガタジェイさん、ヒロシさん、こんにちは。小ギツネさん、こんにちは。今日はこの夜の9時の配信にあのメイク配信をするので、ちょっと今すっぴんなんですけど、すいません、お見苦しいところ。渡り鳥さん、金魚ありがとうございます。真心さん、こんにちは。100キラありがとうございます。そうで、この枠は何をするかと言いますと、ご飯食べます。真心さん、ハートありがとうございます。ナモナモさん、こんにちは。お疲れ様です。シジュクラさん、こんにちは。なんか目が、すっぴんですが優しい。みんな、ひろいちさん、こんにちは。今日のご飯はもう安定チャーシュー丼、あ、見えない、鶏チャーシューを昨日作りました。え、電波悪い、途切れ途切れ、私。ゆとさん、こんにちは。あれ、普通？ちょっと更新とかを してみていただいてもよい。あつひろさん、じずさん、こんにちは。みんな普通に見れてるかな。かずちんさん、こんにちは。チャーシュー作るめっちゃ簡単だけどね。ひじゅうからさん、たこちゃん花火ありがとうございます。めぐみのさん、こんにちは。あ、無音視聴中、ありがとう。あー、やばいやばい、ちょっと待って。 NGT お披露目9年、今日だっけ、やば、9年ってそこにびっくり。めぐみのさん、こんにちは。一田さん、新エタ132目、ありがとうございます。ヨトさん、グリッターありがとうございます。一田さん、花火ありがとうございます。マンポンさん、こんにちは。天使さん、だるまありがとうございます。あ、ヨトさん、星花火、金魚ありがとうございます。シジュウカラさん、たまやありがとうございます。シュガキさん、こんにちは。大丈夫かな、電波で。食べていきます、いただきます。そう、これはなんかあの解凍したとか、まあ別に買ってすぐだったらそのままでいいんだけど、鶏肉をめっちゃフォークでぐさぐさ刺して、で調味料をあの袋、食品とかいけるやつ、いける袋に入れて、アイラップみたいなやつ入れて、肉とその刺した肉と調味料を入れて10分くらいそれを漬け置きして、まあ揉み込んで、で置いといて10分経つまで待つ。でそしたらお湯を鍋に、深めの鍋に沸かす。
鶏チャーシューだよ今日も。そう、あの沸かすで、沸騰してるところに袋をそのまま入れて、で30秒くらい経ったら火を消す。で火から鍋を離す、鍋ごと離して、で2時間放置。え、なんか、あ、ももちさんありがとう、またね、また夜。ドリーマンさんこんにちは、シュガキさん HP ありがとうございます。一人さんこんにちは、結婚してありがとうございます。アープクさんこんにちは、ひろいちさんハートありがとうございます。シュガキさん星花火ありがとうございます。え、そう、アイラップって新潟県民以外に通じるって言われるんだけどさ、パッケージはどこもアイラップじゃないですかって思うんだよね。そう、関東にも売ってるんだけど、まあもう全国展開だと思ってアイラップって言ったら何それって言われたことあるんだよね。え、みたいな。シジュウカラさん花火尺玉ありがとうございます。ワイマツさんこんにちはむせちゃった。カズさん、バンフィーさんこんにちは、ドリーマーさんこんにちはって呼んだから、やばい喉変なになっちゃった。ああ、新潟県民はああいうビニール袋を全部アイラップ、あ、そういうこと、そういうことね。いただきます。そうそう、鶏肉だからヘルシーですよ、割とセロテープとかと一緒。ああ、なるほどね。こんな感じで、でそのあの鶏肉さ、パックに入ってる1枚をフォークで刺してそのままつけて、で低温調理してやって、あのできたら切るみたい、2時間経ったらこうやってこういう風にカットする。でなんかあのタッパーみたいなのとかに入れとくとあの便利ですね。で食べる前はチンして食べれば。ワイマツさん金魚ありがとうございます。ストームさん、さけ村上さんこんにちは。アイラップは知らない、ジップロックなんですよ。あ、本当に？アイラップってあのね、ちっちゃい本当になんていうの、ただのビニール袋とか持ち手とかもついてないビニール袋みたいな。ポコさん、金魚ありがとうございます。じゃあいただきます。で、あのタレとかもそのままタッパーに入れて、余ったタレとかで、それもチンして一緒に、うんうん、そうでやるとタレも使えるしみたいな、めっちゃいいよ。つとむさん金魚ありがとうございます。ソーリーさんこんにちは。メッシさんこんにちは。ポコさん金魚ありがとうございます。アイラップ売り上げのほとんどは北陸ってびっくりなんだけど、マジ？そもそも使わないってこと？でも全然こっちのスーパーとかにも売ってますけど、使わないのかな？でもただこれ難点が、あのすぐ食べられないっていう、2時間放置しないといけないからすぐ食べられなくて、なんかあの時間があるときに作り置きするのをおすすめしますね。ソフトテニスさんもこんさんこんにちは。あー、バンドエイドのこと地方によってカット版って呼んだり、サビオ、へー、カット版は呼ぶかも、地元のあれが、おばあちゃんとか呼ぶかも。シュウジンさんこんにちは、100キロありがとうございます。ジュンくんこんにちは。この地域では他のブランドがです。そういうこと？なるほどね。ボイドさん、こんにちは。へぇ、そう、全国商品なんだよ。あるもんだって、こっちにも。あ、北海道はサビオっていうの、へえ。鍋ちゃんこんにちは。ボイドさん親衛隊133人目、ありがとうございます。あ、公式 X おもろ、
ただ売り上げの 75% が新潟、山形、富山、石川、福井、もうすごいね、あそこ日本海側って感じだね、本当にに集中してるだけなのすごく便利なんだけどな、面白い。いやいやいや、もうめちゃくちゃにそれリツイートしたいんですけど。天使さんグッド、ありがとうございます。サビを全国で読むのか、あ、やっぱそういう感じなんだね。サトシオンさんこんにちは、 HSK さんこんにちは、天使さんグッド、ありがとうございます。サクさんこんにちは、ヤッホー、あらら、なんだやばい、シータローさん、このちょっと待って、あのスタフラタワー、ありがとうございます。ちょ、久しぶりに見るとこ名称忘れるんですよね、なんて呼ぶんだっけテンパってこないしちゃった。ハクロウさんこんにちは、流れ星ありがとうございます。カンさんこんにちは、サクさん、バラありがとうございます。みんなありがとう、ビールマカラありがとう、おいしいね、ご飯が。うんうん、オタク女さんこんにちは、星のステッキありがとうございます。そう、タワー2本分のタワーです。アミューさん、勝俊さんこんにちは。途切れちゃってるのかなんだろうね、タワーは見えてるよ無事に。セイコーマートのおにぎりって何？あ、バイト中投げ逃げ、また夜、ありがとう、お疲れ様、またね。勝俊さんこんにちはって私言ったかな、何回言うのっていう話もしかして。モーコンさんグリッターありがとうございます。カンさんハートありがとうございます。勝俊さん星花火、おー、なんだー、ありがとうございます。あ、すごいすごいびっくり、ありがとうございます。勝俊さん星花火ありがとうございます。うん、茨城でもセイコー、なんか聞いたことあるよセイコーマートって。小ぎつねさんハートありがとうございます。え、すごいすごい、すごいよ、見たい、用意だって、すごい、この状況でランクアップしてんのがすごいわ、面白い。君空さん、拓蔵さんこんにちは。うん、おいしい。多分これ温めなくても食べれるんだけどさ、でもあの、まあ一応ね、心配な人とかは温めた方が安全かもね。鶏チャーシューの話ね。うん、非常に美味しい。なんかこういうさ、タレみたいな、タレがあるやつっていうの、うん、親子丼とかもそうだけどさ、あれだよね、タレがうまいじゃんご飯食べれる、いっぱい。キメゾラさん、金魚ありがとうございます。鶏チャーシュー本当美味しそう、嬉しい、美味しいよ、簡単だからぜひ作ってみて。爪伸ばしてると箸持ち、確かに。でも普通に持てるけど、なんか一番邪魔なのはこう中指かな、ここ、こうはならんかも、こうなっちゃうかも、こうなってるわ、こうな、まあ別に持てなくはない、こうな、まあ別に持てなくはないかな。てちてちさん、ゆうしゅんさんこんにちは。かずおくんグリッターありがとうございます。確かに言われてみればって感じだけど、でも普通にモテるかな、割と。私ぐらいの長さだったら多分まだ平気だけど、もっと長い人いるじゃん、もうマジ、もう
こうみたいな、こうこんなみたいな、多分それだと持ちづらいと思う。私あの生活に支障出ない程度の長さじゃないと無理だから、私もねこれぐらいが限界かな。うん、お箸はね持ち方直したから、私ちっちゃい時とかね、もう本当にこれで食べれてる人がもう意味わかんなかったの。だんだん伸ばしたくなっちゃうもんかと。あーでもさ邪魔は邪魔なんだよね。なんか綺麗な形になってくれれば全然別に長さはあんまり気にならないっていうか。須藤さんこんにちは、だるまありがとうございます。山形かかいさんこんにちは。そうもぐもぐタイム、そうそう鶏チャーシュー丼自分で作ったんだけど食べてます、最高にうまいです。元幸さんこんにちは。もう完全作り置きおかずだから、めんどくさい時とかそれ温めればいいだけみたいな、簡単ですよ。私いっぱい量産すればさ、あの鶏肉安い日とかお肉安い日とかあるじゃないですか、そういう時に買ってきてとかあり。鈴人さん星花火ありがとうございます。ひろいちさんハートありがとうございます。うん、何タンミョンって。山形加賀市さんグリッターありがとうございます。タンミョンって何、韓国料理。ってわけじゃないのかな。うん、完食ごちそうさまでした。美味しかった。韓国の春雨、へえ。はらちゃんさんこんにちは。かわお昼休みお疲れ様。ひろいちさんハートありがとうございます。まあ、あの箸の持ち方が悪い男は人にあらず発言を受けて直し始めた場合は仲間と僕、でもその意識が大事じゃない。箸の持ち方もそうだけど、あの私器にご飯粒残す人とかガチ無理だから、そうなんかそんぐらいかも。食事のあれそんぐらいって結構か。でもやだな、うん、なんかあのお腹いっぱいになって残しちゃったとかじゃなくて、あのこういうさ器とかに、食べ終わった器とかにてん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 ってご飯粒が残ってるとか嫌だな。残ってますよって言いたくなっちゃうかな。言って治れば全然いいよ。来光寺の駅前フードコートに韓国料理のお店あるみたいって。チキンとかあるかな。カピおじさんこんにちは。チキンとかあるかなって何チキンとかあるかなって何ですかね美味しそうだね。でもいいな、なんかさ、なんかさ結構さ挑戦的な人多いよね。あの食べたことないものにチャレンジしてみようっていう人って結構いる、もしかして。いいな、私できないからあんまり。なんかさ韓国のなんかザクザクチキンみたいなのあるじゃん、なんかあの ASMR とかに使われるみたいなさ、めっちゃなんかザクザクザクみたいなチキン。チョコミントさんこんにちは。そういうの食べたい。カピおじさんグリッターありがとうございます。天使さんグッドありがとうございます。辛そうなやつもあるよね。辛くないやつ、普通に何もかかってないやつ。テイスターペンライトありがとうございます。ヒザさん金魚ありがとうございます。
え、なんかすごいどうでもいいんだけどさ、まあ、今日大型犬の赤ちゃんを飼ってる夢を見た。なんか全然知らない家、行ったことない感じの家で、でも多分自分家なの、自分家っていう認識なんだけど実際には行ったことない家で、なんか大型犬の赤ちゃん、あれなんだろう、犬種なんだろう、なんかわかんないけどすっごいふわふわだったのっていう夢を見た。桃太郎さんこんにちは。藤うさぎさん金魚ありがとうございます。ワンちゃん、私猫派ですけど、そう、犬を飼ってる夢を見ましたね。可愛かったな。いや、サモエドとかじゃない、なんかね、ラブラドールとかそっち系のね。予知夢大丈夫大丈夫って何言ってる。やだな、独り身ででっかいとかって、もう寂しいからじゃん絶対てちてちさん星花火ありがとうございます。桃太郎さんハートありがとうございます。いや、なんかさ、もうあの、私がいて旦那さんがいて、まあ子供もいて、で犬飼ってとか言いたいね。もう絵に描いたような絵に描いたような幸せな家庭がいいなって感じ。そうそう俺漫画やん、漫画でもあんまないぐらいな。パトラッシュって、パトラッシュってなんだっけ、あの、なんのアニメだっけ。わかるわかる、あー忘れた、名前、アニメの名前が思い出せん。あー、フランダース、そうそうそう、ね、憧れちゃうよね、そういうの、夢見ろと。そう、フランダースの犬、うんうん、見たことはないけど存在は知ってる。そう、なんかああいう感じのワンちゃんの、あの赤ちゃんみたいなのがいた。てちてちさんグリッターありがとうございます。え、待って、これ何、あと7分、あー短い、あー30分短い、マジか、やだな、短い、マジかあ、フランダースの犬ってこと。え、こっちが正解でしょ。ひろひろひろさん、レインボースターありがとうございます。理想と現実の再説、本当だよ、最後に泣いちゃうやつは感動するんだ。まあそっか。はらちゃんさんグリッターありがとうございます。ひろひろひろさん、親衛隊134人目、ありがとうございます。フランダースの犬ね、ごめんごめん、あのでもわかる、フランダースの犬って言うかも。あのアリエルのさ、お友達、仲良しのお魚がさ、フランダーっていうのよ、フランダー。それに多分引っ張られてる、だいぶ私弊害。トシさんこんにちは。夢で2メートルの猫こんなでかい猫ちゃんってこと、2メートルってすごない、あの髪の毛怖すぎ、でかっ。アフクさん、親衛隊135人目、ありがとうございます。タスクさんこんにちは。だるま、ありがとうございます。確かに猫バス、そうそう、今トトロの歌歌おうと思ったけど忘れちゃった。隣のトトロ、トトロ、トクトクトトトロ、トトロ、森の中に昔から住んでる、じゃじゃん。盛り上がっちゃった一人で盛り上がっちゃった。今日夜何のメイクしようかな、なんかちょっと見て良さげなメイクを探しておきますね。9時になったらメイクします。それまでこの顔で過ごさなきゃいけない。135人、素晴らしい。
マイメルの歌、好き好き好きふわふわふでしょ。それこの前も言われた、なんか誰かにこんな気持ちメロメロっていいだけ、夢だけど夢じゃない、お願いねマイメロディーみたいなやつ。でもね、これ続きがあるんだよ。私ここまでしか知らないのだけど、続きがあってなんか全然変わるんだよね、この感じと。バンブーさんこんにちは。なんか急にバラードになるとかそういうことじゃないんだけどそういうことではないんだけども、そう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 、なんかちょっと変わるんだよね、いろいろこのテンションからバラードとか行かれたらちょっとびっくりしたけどね。バンブーさんこんにちは。天使タン音符ありがとうございます。そう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 、でもなんか私もなんか SNS かなんかで見ただけだから全然詳しくないし、アニメ見たことない。なんかアニメのピアノちゃんあんま好きじゃないんだよねなんか普通の方が可愛くない？普通になんかグッズとかで出てるイラストとかの方が可愛くない？アニメの作があんまり好きじゃないかも。ケロタンこんにちは。ピアノちゃんがね、マイメロちゃんも顔違うよね、あんまなんかちょっと違うよね。そう、そんな感じ。こんにちは。あと3分ちょっと短いな、やだな。なんか言ってたよねアニメ見てないないひろひろしさん、どんてんさんこんにちは。確かになんかちょっとイメージとね違うよね。ひろひろしさん金魚ありがとうございます。新州上沢さんこんにちは。シリーズ3つってめっちゃ見てるやん。あーなるほどね、ルパンとか映画のあまり好きじゃない、テレビの方がいい。なるほどね、やっぱそういうのあるよね、好みって。お刺身ストリートさんこんにちはなんかすごい辞退ありがとうございます。辞退っていうかひらがなだけど、すごいあの表記が変わってる。グリッターありがとうございます。ケロタングリッターありがとうございます。あと2分、寂しいです。みんなのおかげで食らいつけてるよ。ちょっと1位とかがすごいけど、まあでもまだ絶望する点差じゃないから、これそう。ゴリンさんこんにちは。違った、コリンさんだった。こんにちは。30分早い。それではまた夜21時にお会いしましょう。みんなありがとう、昼間からまた夜ね、ありがとう、短かったね、またね、良い一日にしましょう。バイバーイ。テロップをね今打ってますから、よし、オッケー。こんばんは。どんな感じ今？あーなるほどね、はいはいはい、あーなるほどなるほどあーなるほどね、はい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 、あー面白い感じになってるけど、うーんうーんだね。オッケーオッケーオッケー。はい、こんばんは。ガトランティスさん、ガウさん、マックス時315号さん、メアさん、信州上諏訪さん、ミッチさん、ヒロシンさん、音速の木越さん、アテンザ MPV さん、キミゾラさん、オルニストさん、お刺身さん、フーコさん、タケさん、ヨトさん、エンジョイ TPM さん、こんばんは。お刺身さん、グリッターありがとうございます。ヨトさん、ハート流れ星ありがとうございます。ダルマもありがとう。ユータさん、テチテチさん、こんばんは。ヒサさん、こんばんは。ヨトさん、ダルマありがとうございます。ハートもグリッターもありがとう。テチテチさんもグリッターありがとうございます。ドンテンさん、ドリーマーさん、こんばんは。キミゾラさん、金魚ありがとうございます。カズチン差し入れ136人目ありがとうございます。
ヨタさん星花火ありがとうございます。豆の目さん星花火ありがとうございます。テチテチさんグリッターありがとうございます。ヨトさんタケさん、カイトさん金魚ありがとうございます。カイトさんこんばんは。ゲンゴロさんこんばんは。カイトさん星花火ありがとうございます。ガウスさんグリッターありがとうございます。ヨトさんハートありがとうございます。渡り鳥さんこんばんは。タスクさんこんばんは。星花火ありがとうございます。ドンテンさんだハートありがとうございます。タスクさんだるまありがとうございます。クリッチーさんこんばんは。はい、今日はメイクをしていきたいと思いますが、ゲンゴロさんグリッターありがとうございます。サクさんこんばんは。チップさんこんばんは。あー仕事終わらず来たら終わった。全然お疲れ様、ありがとうね。お仕事の合間に。よいしょ。高弘さんこんばんは。今日はですね、ちょっとメイクをしていこうと思うんですけど、今日のメイクはバレーコアメイクというのをやってみたいと思います。あの最近ファッションでもね、バレーコアっていうのが流行ってて、あの具体的にどういう服装かっていうと、まああのバレリーナみたいなのをこう連想してもらうと分かりやすいんだけど、あのそのバレーコアのバレーは普通にそのバレリーナのバレーから来てるんですけど、なんかね、なんて言えばいいのかな、説明がねしづらいんだけど、なんかちょっとこう短めのスカートになんかあのちょっとこうニーハイのみたいな、ニーハイとかなんかそういうさ、こう靴下みたいな、いや間違えた、にあのこうピタッとしたトップスみたいな、待ってね、ちょっと説明するよりも見せた方が、早そう。まああのなんかこうなんていうのかな、絶対にこういうものみたいなこう定義はないんだけど、バレーコアファッションっていうのがねすごく流行ってて、なんか分かりやすいのだとこういう感じ、私はあんまり着ないけど、そうこういうのとか、なんかあのアイテム的にはこういう感じの、ちょっとこうなんか可愛らしい感じの服なんですけど、なんかメイクにもどうやらそのバレーコアっていうのがあるみたいで、そう韓国発のトレンドファッションらしいです、そのバレーコアっていうの。なんか結構ね、あの色のイメージ的にはなんかベビーピンクとか、なんか白とか、なんかそういうなんかこう淡い可愛らしい色が結構多いイメージなの、私的にも。だからなんかそういうねメイクをちょっとやっていこうかなと思ってます。ガッちゃんこんばんは。キツネさんこんばんは。カンさんハートありがとうございます。ユタカスさん、ももっちさんこんばんは。トーリさんこんばんは。キウミさんこんばんは。エニョさん、シジュウカラさん、チョコミントさん、ハコウシーさん、ジズーさんこんばんは。ちょっと待って、どこ行った、ここまで読んだ。チェリーさんこんばんは。高弘さん、星花火ありがとうございます。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。黒羊さんこんばんは。フーコさん、ハートありがとうございます。渡り鳥さん、チップさん、金魚ありがとうございます。わーん黒羊さん、グリッターありがとうございます。チップさん、ハートありがとうございます。サクさん、バラありがとうございます。テチテチさん、金魚ありがとうございます。カンさん、ハートありがとう。ガッちゃん、金魚ありがとうございます。シジュカラさん、タコちゃん花火ありがとうございます。ゆたかさん、ハートありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。ガッちゃん、金魚ありがとうございます。ライスさんこんばんは。星花火、金魚ありがとうございます。真心さん、シゲタ137人目ありがとうございます。キキさんこんばんは。確かにちょっとね、ロリータファッションのちょっと緩い系みたいな感じ。100キラもありがとうございます。真心さん、グリッターもありがとう。そうちょっと読みたいのと進めたいのでね、ちょっといろいろあれしてるんですけど、ちょっとやっていこうと思います。ちょっとコメント遅れちゃったらごめんなさいね。はい、やっていきます。まあ、まずはちょっとベースメイクをねさささっとやります。ベースメイクはもうあの普段と同じ感じでやります。今日このためにメイクせずに一日リコちゃんこんばんは。リコちゃん、ももちさん、グリッターありがとうございます。そう、まあ、全然
ガチイベ期間って私あんまり予定入れないから。メッシさんこんばんは。シジュウカラさん、たまやありがとうございます。リコちゃん、ヨトさん、ハートありがとうございます。シュウさんこんばんは。キキさんもハートありがとうございます。シンクレアさんこんばんは。ズーちゃんこんばんは。ヤケルさんこんばんは。シュウさんグリッターありがとうございます。そうちょっとねこうやって塗っていって、わあやった、ありがとう、5位、嬉しい、ありがとう。いいよいいよ、いい感じだよ。食らいついていきましょう。昼見たけど今もすっぴんって思う。そう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 、あのこの枠で配信、あ間違えた、メイクしようと思ってたから。天使さんこんばんは。シンクレアさんかわいい、ありがとうございます。そうなんかさ、昼間にさメイクしてもさ見れる人少ないのに、あんまりなんか意味ないかなと思って。天使さんこんばんは。ももっちさんレインボースターありがとうございます。確かにこの時間からメイクするのね、なか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 そういう人いないよね。そうなんかさっきちょっとあのメイクアップアーティストのさ小田切ヒロさんっていう方がいらっしゃって、その方の YouTube を見てちょっとバレエコアメイクをね研究してたんだけど、なんかえそんなところにそんなの塗るのみたいな技がねいっぱいあって面白かったから、ちょっと今からやっていくね。出かけないよ、イベント中だからね。出かけてる場合じゃない。どんぐりさんこんばんは、ハートありがとうございます。ドラちゃん、たくぞうさんこんばんは。やけるさん星花火ありがとうございます。みっちさんも星花火ありがとうございます。よとさんグリッターありがとうございます。ひろひろしさんこんばんは、金魚ありがとうございます。やんろくさんこんばんは。シャインマスカットさんこんばんは。キツネさんグリッターありがとうございます。天使さんグッドありがとうございます。帰ったら夜ご飯、帰ったらご飯、あいいな、何食べるの今日は。はい、そうしたらファンデーションを塗れたらパウダーをして、今夜も何回お出かけですか。お出かけすると思うか。しかもこの後あんのに。思うのかな。おでこ出してメイクしない、私おでこ出すの好きじゃないから。鹿尾さんこんばんは。寺さんこんばんは。あ確かにそう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 なんです。昼間言われてあってなった。今日お披露目9周年らしいですね。ありがとうございます。なんかまだ私にもおめでとうって言ってくれる人がいるの嬉しいですね。ありがとうございます。ありがたいね、私のことを忘れないでいてくれ。ドラゴンさんこんばんは。グリッターありがとうございます。ヤンロクさんハートありがとうございます。あうどんいいじゃん。モリモリさんこんばんは。天使さんだるまありがとうございます。シャインマスカットさん星花火ありがとうございます。ヨトさん花束ありがとうございます。シャインマスカットさんだるまありがとうございます。そう一応ね一期生なんですけど、ヨトさん星花火ありがとうございます。サトシオさんこんばんは。はい、そうしましたら、まあ、眉毛ぐらいまではね結構あの今まで通りというか普段通りやっていくんですけど、ちょっとここにね時間を割いている場合ではないので、ささっとやっていきます。
テラさん星アナビありがとうございます。サトシオンさん流れ星じゃなくてこれなんだっけ、グリッターありがとうございます。やばい、ちょっと待って、やばい、グッさんこんばんは、ワイマツさんこんばんは、あやばい読めない、ガタジエさん金魚ありがとうございます、テチテチさん星花火ありがとうございます、ガタジエさんこんばんは、ちょっと待ってやばい、やばいやばいやばいアルマジロさんこんばんは、星のステーキありがとうございます、テイラーさん、クマちゃん浴衣クマちゃんタワーありがとうございます、一応余計立派な季節嬉しい、ありがとう嬉しい、確かにな、オジア行った時配信した後レイヤー飲みに出てるからな、確かに、まあでもねガチイベ中そんな大事な時にそんなことしないから、さすがにもうさ一世一代なのよ私これ、このイベ本当に大真面目、超ガチだから飲んでる場合ではないね。よいしょ。でここまではあんまりその普段のメイクと変わってないんだけど、ここからがね全然違うんだよね。どこ行った？ワイマツさん、金魚ありがとうございます。ディアさんこんばんは。グッさん、グリッターありがとうございます。博士や太郎さんこんばんは。ハクロウさんこんばんは。ハートありがとうございます。ヤケルさんレインボースターありがとうございます。やばい本当にやばいよね。コメ流れめっちゃ流れてやばい。えめっちゃ寝れてる、めっちゃ寝れてるから昼から配信してる。ハクロウさんグリッターありがとうございます。テラーさんエンジェルクマちゃんタワーありがとうございます。サクさん新鋭隊138人目ありがとうございます。ありがとう。博士や太郎さん星のステーキありがとうございます。坂道画廊さんこんばんは、ハートありがとうございます。はい、そうしましたらなんかねすごい面白いって思ったんだけど、のりてつさんこんばんは。そうこういうなんか柔らかめのピンクをブラシにとって、なんかこれチークなんだけど、ここのこの目の周りのこの C のところに、 C のところにというか C になるようにこうやって塗るんだって。あやばい、ひでまろんさんこんばんは。ゆけるさん四尺玉花火ありがとうございます。そうこうやってなんか目の周りに入れていくんだって、 C のところってか、そう C になるようにこうやってこう眉毛のこの終わりあたりからこのほっぺの頭というか頬骨のところに、そうそう普通はチークってこの辺に入れるんだけど、タッキーさんこんばんは。なんかの効果ってよりはなんかそういうメイクなんだって、そのバレーコアメイクみたいな、そのメイクの種類のなんかその特徴みたいな感じになって、でとりあえずここに C 入れましたよね今左右。さっき村上さんこんばんはね。そうそしたらまあ、同系のねピンクを使ってアイメイクをしていくんだけど、さっき村上さん花火ありがとうございます。フォン吉さんこんばんは。ベースはこの白っぽい色ここを塗っていきます。玉広さんこんばんは。でそしたらこのピンクのところを筆に取って柔らかくこう全体的にこう目が丸く見えるようにこういうラインに沿って塗り広げていきます。なんか目の近く、この瞳の近くに色をあんまり入れすぎちゃうとなんか腫れぼったく見えちゃうんだって。だからこの外側にこうやってなるように。はらちゃんさんこんばんは、お仕事お疲れ様。やけるさんメイクしてるママもかわいい、ありがとう。たむひろさん、レインボースターありがとうございます。ポンキッチさん星花火ありがとうございます。そうこうやってこう
外側にねこうやって入れていきます。そしたらこの紫みたいな色で取って、ここの二重幅のところに塗ってちょっと締める。ここは普段のメイクとあんまり変わらないんだけど。しゅうけんさんこんばんは。そう、腫れぼったくなっちゃうのはちょっと避けたいですよね。目力をこう出したいので。そう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 なの。ピンクってさ、そう入れるとミスったりね、あの塗る量ミスったりとかするとあれだから。しゅうけんさん星花火ありがとうございます。もっちさんレインボーストありがとうございます。そうめっちゃなんか目腫れてわーやったー、ありがとう。え、すごいよ、もう100万ポイントいきそう、すごすぎる。頑張るぞ私も。よし、でそしたらいつもは私この後にすぐ涙袋にこうビーって線引くんだけど、ケロタンこんばんは、カピオリさんこんばんは、タムヒロさん、タコちゃん花火ありがとうございます。そしたらこのさっきまぶたの全体的に塗ったこのピンクをもう一回取って、ここにこの下まぶたにこうやって入れていきます。ちかさんこんばんは、こうやって塗っていきます。ポコさん金魚ありがとうございます。カピおじさんグリッターありがとうございます。そしたらなんか私はいつもはなんか結構ここら辺にこうビーって引くの長めに引くんだけど、じゃなくてこの黒目の真下ぐらい、このほんとちょっとまあ 0.5 ミリ以下1センチくらいのここだけに引くんだって。でもここだけでもだいぶ強調されるよね。タンポポの人さんこんばんは、ケロタン、カピオリさん、グリッターありがとうございます、ナベちゃんハートありがとうございます。そう、この真ん中ら辺だけにちょっと入れてこうやって、ケロタンハートありがとうございます、タッキーさん金魚ありがとうございます。そう、こうやってちょっと部分的に引いていく、よいしょ、こういう感じで。ケースケイさんこんばんは。でそしたらあのこのラメ、え、そうそう、意外とね私も思ったの、意外と馴染むんだって。そう、ここのラメを取って、ケースケイさん星花火ありがとうございます、ももちさん花火ありがとう。そう、そしたら私はいつもこの黒目の下だけ入れてるんだけど、結構全体的に薄めに伸ばします。ももちさん守りたいこの笑顔、掛け軸ありがとう。そう、なんかここをね結構全体的に、まああのそのバレエコアファッションの服が結構ピンクとかさ薄ピンクみたいなのが多いから、多分ピンクメイクがすごくね映えるんだろうなと思うんですけど。ダイさんこんばんは、おもちさんグリッターありがとうございます。こんな感じで、こんな感じで、塗っていく。こうきちさんこんばんは、佐藤さん、ニックネームさんこんばんは。クラクションが鳴っております外で。はい、そしたらジュンさんこんばんは、ダイさんグリッターありがとうございます。そしたらね、ちょっと待って、なんかどうしよう。そしたらこのブラウン、さっきのと違うんだけど、ブラウンのところを取って、ちょっとこの目尻の下のところにちょっと影を足します。
ニックネームさんグリッターありがとうございます。したらちょっと深みが出るというか、若干ね、若干深みが出てくれる。そしたらハイライトをこういう筆にとって目頭のところにちょっと光をねこう入れます。お疲れ様です、こんばんは。はーい、としのりさんこんばんは。目の形がこう丸く見えるようにこういうここのあたりまで入れたい。佐藤さん星花火ありがとうございます。イグマニアさんこんばんは。としのりさん流れ星ありがとうございます。そうちょっとねこう強めに入れて、わかるかな、こっちを顔の角度がこう変わった時に結構ギラッとするように入れます。であとはこの眉毛の下とかにもちょっと入れて、あとはこの鼻の頭にちょっと入れます。あとはこの唇の上、これリップ塗った時にねすごい可愛く見えるからここにもちょっと入れておきます。すごい画面で見たらいいけど実際見たらウケるだからこれあのリップ塗ったら良くなるから。あとここすごいね。そうっていうことでちょっと強めに入れました。ひろいちさんこんばんは。バンブーさん金魚ありがとうございます。そしたらまつげをしっかり上げていきたい。あと20分ある、よし大丈夫です。どこ行った、チークがない、やったあったあった。まつげをねしっかり上げて、ちょっとめっちゃおもろいねここね。ピコットキャットラミコさんこんばんは。グリッターありがとうございます。わかる、意外と目立つよねこれ、まつげのあのなんだっけ、カールをねキープするやつを塗っていきます。ちょっとさ口のハイライト塗りすぎてねこれ。マツパ定期的に行ってると普段でもまつげ上がりやすくなる。まあまあまあかなって感じ。なんか最近全然マツパ行ってないからあれなんだけど、でもなんか変な癖がついちゃうかもね。なんかその変な風に上がる時もある。なんかあのまつげさ、ビューラー使ってまつげを上げ出すタイミングをミスると、そのなんかまださマツパが残ってるのにビューラーをやっちゃうとなんか変な感じに上がる時があるから、なんかもう完全に落ちたなって思ってから上げた方がきっといいかも。じゃなければもうホットビューラーとかの方が安全ではあるかな。なんかさ、ひろいちさん流れ星ありがとうございます。確かにね、リップ塗る前にそれな、ちょっと一気にやっちゃった。先にリップ塗ろっか。じゃあリップはもうこういう定番ピンクを塗ります。バブミみたいな感じ。ピコットキャットラミコさんグリッターありがとうございます。ひろいちさん流れ星ありがとうございます。今日涼しい夜、なんかさ大丈夫、都内、都心の方なんかやばくない、新宿とか。
さっきさあんなに馴染んでなかったじゃん。だけど案外馴染むんですよ、リップ塗ると。そう、上がりにくい目とかあるね、まつげ。ちょっとさっきリップ塗っ、あ、リップじゃないや、ハイライト塗ったところにこうちょっとねかぶせて塗るとすごい赤ちゃんみたいな感じな、バブバブって感じになる。不思議だよね、錯覚なんですけど完全に。でさっきちょっとあのここにハイライトめっちゃ塗ったんですけど、ちょっとだけチークも塗ります。最近鼻先にチークを入れるの結構流行ってるんですけど、バブミって幼さとか可愛らしさとか、そう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 、こうやって入れるとなんかあのコテってるみたいな感じになる。あの肉眼で見ても変じゃない程度に、ちょっと仕込みぐらいなんですけど、若干ね鼻先をピンクにしておきます。そうしましたらマスカラをして、ちょっといつもと違うよね。ほてちゃった。コキンさんこんばんは。そう、こうやってマスカラをしてまつげをね、まつげの存在感を出して。コキンさんハートありがとうございます。ふんわりにもしっかりにも見えて不思議な感じ、あら嬉しい。コキンさんおやすみ、ありがとう。よいしょ。そしたらアイライン引きましょうか。なんかまああの定義とかはないみたいなんですけど、そのメイクにもファッションにもバレーコアってどういうものみたいな定義ってないんですけど、けいちゃんこんばんは、まあ、こんな感じのイメージっていうのでちょっとやってみます。で、チークはさっき入れたのと違うやつを入れていきます。ちょっとおピンクって感じの色を結構ふんわりちょっと外側目に入れようかな。大きめに。不思議って変ってことじゃないよ、どっちの。うんうんうん、伝わってるよ、ありがとう。ファンタンさんこんばんは。いつもはね結構なんか この辺に入れるんだけど、今日はちょっと外側にふんわりと入れてみようかなと思います。よいしょ。そうしたらちょっと仕込みピンクのラインをこの辺に仕込もうかな。これはねもうマジで気休めっていうかなんだけど、超気休めなんだけど、ここに入れて、でアイラインはいつも私結構下げて描いてるんだけど、今日はちょっと跳ね上げというかちょっとこう上げてみようかなと思います。 M44G さんこんばんは。うまくいくかな。うん、あ、いいんじゃない。里正さんこんばんは。うんうん、うまいんじゃない。国広さんこんばんは。
あ、いいんじゃない、よし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 、で完成っていう感じなんですけど、ほい、ピンクメイクだからね、普段のメイクとちょっと近いけれども綺麗寄りの可愛い感じですけど嬉しい。そう、おもちさんウィンクしてありがとうございますうちはあ、佐藤さんこんばんは。何歳に見せたいとかは別にないんだけど、ヨトさんハートありがとうございます。そう、これでね髪の毛とか巻いてたりとかするとまたちょっと違うけど、まあハーフアップとかにするとちょっと変わるかな、雰囲気が。こんな感じでどうですか、普段とちょっと違う感じのもうちょっとここにチーク入れてもいいのかな来た、ももっちさん星花火ありがとうございます。まーちゃんの元の綺麗さにピンクの可愛らしさが馴染んで嬉しい、いいコメント。ちょっとねピンクのいつもよりもピンクの主張が激しいピンクメイク、バレーコアメイクでございましたすいません、ゆうとさんハートありがとうございます。ももちさん金魚ありがとうございます。みっちさんかわいいありがとうございます。やばいやばい急に何私本当のことしか言えない、え、もう嬉しい。さ、それをさ、そのなんかなんていうの、うまく伝えてくれるのがありがたいですね。急に喉がヨタさんハートありがとうございます。グリッターもありがとうございます。トッシーさんこんばんは。髪染めたよ昨日ね。ライドンさんこんばんは。キムさんこんばんは。いや、このイベントのためではないけど、そう、もうそろそろね染めたいなと思ってたんで、たまたまイベント期間中だったんだよね。ひささんグリッターありがとうございます。ライドンさんハートいっぱいありがとうございます。近づくとおじは照れてしまうじゃあ近づいちゃうう嬉しいな。薬飲む、誤嚥誤嚥してる。ノムさん、正海さんこんばんは。ヨトさんハートありがとうございます。そうそうだね、髪もツヤツヤで、そうだね、巻き髪とかなんかあの巻きでハーフツインとかも多分いけると思う。あの服装がねあれだと。魚さんこんばんは。星のステッキありがとうございます。バレーコアって私あんまりそういう服は持ってないんだけどね、でも可愛いよね、なんか挑戦してみたいな。バレエっておでこ関係ないのよそれはその本物のバレエはね、そうかもしれないけど、そう、来週来校します。もうあっという間すぎる。ヨトさんハートありがとうございます。そのメイクでスナイデル来たら清楚かもしれない。確かに確かに、なんかないかな。あと8分あるからね、着替えを、なんか着てみよう。何がいいかな、黒髪でしょ。あ、やばい落下した、あ、やばい。
とあの土生着替え。これいいんじゃない、これ可愛いよね、この間一回着たばっかり。よいしょよいしょちょっとバレエコアとは違うけど違うけど、ちょっとまあでも多分綺麗めな服装にもいけるよね、これよし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、これがこう、あれこう、どうこれこうか、合ってるか、合ってるかな、合ってるんじゃない、ちょっと待って事故ったら大変なことなんかね。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。はいはい。はい。どうですか。ゆとさんハートありがとうございます。うん、しゅうさんこんばんは、初見さんありがとうございます。ちょっと待って、どこ行ったどこ行ったどこ行った、あ、国広さん CA 139人目ありがとうございます。お刺身さん星花火ありがとうございます。ヨトさんハートありがとうございます。ミッチさん推ししか勝たんありがとうございます。慎太郎さんだるまありがとうございます。こういうのもいいよね、これストレートでも可愛いけど巻きも可愛い。トンテンさんグリッターありがとうございます。この間ちょっとねリップとか塗り直しちゃったりとかして、なにこれ、え、かわいい、うちはこんないっぱい種類あるんだ。ヨトさん投げ中してありがとう。テチテチさんハートありがとうございます。どうですかこんな感じです。ヨトさんハートありがとうございます。今日はバレエコアメイクでございました。初めてやってみたけど意外と良さそうだし、なんかこんだけしっかりピンクメイクでもいいのかもって思ってきました。画面越しじゃなくて普通にね肉眼で見てもそんなに違和感はないかなって感じ。まあちょっと濃いかもしれないけど、そんななんかうわって感じには思わないから、なんかあのあれだね、やっぱあのツヤを上手にこの辺とかこの辺とかに仕込んでいるのも結構良さそうだし、あの案外跳ね上げでもね、アイラインが跳ね上げててもあの使ってる色がピンクだからそこまでこうどぎつくないというか、なんかあの結構なんだろう、強そうにはあんまり見えないかもしれない。これ多分ね茶髪とかだともうちょっと印象が柔らかく見えるかも。今なんかちょうど黒髪になりたてだからちょっとなんかあれかも、強いイメージに見えるかもしれないけど、多分もうちょい柔らかい髪色とかだともうちょっと顔の
見え方も変わるかなと思いますね。ヨトさんハートありがとうございます。まあ、こんな感じであの日々新しいメイクに挑戦していこうと思いますので、今日はバレーコアメイクでございました。明日もねまた違うメイクしようと思うのでお楽しみに。ヨトさん流れ星ありがとうございます。ということで次は23時の枠になります。23時、はい、ということで皆さんまた後でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう、またね。あと2分あった。ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ。あ、なんか照明が傾いちゃった。ちょっと待って、なんか照明もなんか大事故だし、ちょっとまだ時間持て余してたちょっと待って、あー44分だったなった。よしよし、はい、今度こそまた23時にお会いしましょう。あの寝る方はおやすみなさいまた後でありがとう。ヒロシンさん、ガウさん、ミャーさん、ミッチさん、ゲンさん、サンちゃん、ウバグルマさん、音速の貴公子さん、ヨトさん、カピオジさん、サケ村上さん、お豆腐さん、天使さん、こんばんは。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。ハートもありがとう。ヒロシンさん、グリッターありがとうございます。フーコさん、マメノメさん、こんばんは。ヨトさん、ハートだるまありがとうございます。バンフィーさん、ミルクテイさん、こんばんは。さけ村上さん、ミッチさん、ヨトさん、グリッターありがとうございます。ヨトさん、星花火ありがとうございます。ケントさん、こんばんは。ハートありがとうございます。バンフィーさん、花火グリッターありがとうございます。ヨトさん、金魚ありがとうございます。お豆腐さん、流れ星ありがとうございます。そう、さっきはねバレーコアメイクっていうのをやってみました。なんかあのバレリーナとかをイメージしたファッションとかメイクとかの種類で、なんか今ちょっとあのせめて服装はなんかちょっと清楚な感じにしてみようと思って服着替えたんだけど、なんか本来はなんかちょっとこうピタッとしたガーリーなトップスとかにあのちょっとこうフリルがついたようなミニスカートを履いて、あのちょっとこう何長めの靴下とか履いてローファーとかさ、あーなんかそうね、ローファーとかそういう靴パンプスとかを履いてっていうのがバレーコアファッションなんだけど、それに合うようなメイクをやってみました。なんかバレーコアって結構流行ってて、ネイルとかもなんかそういうネイルが流行ってるのよ。あのなんかバレリーナのさ衣装みたいな感じで、なんかちっちゃいリボンとかがここにこう何個かついたやつとか、あのフレンチとか黒のフレンチとかさ、そういうのが結構流行ってたから、なんかやってみたいなと思ってやってみたんだけど、いつもとの違いとしてはここにねC の形にチークを塗ってて、ちょっとこことか赤く見えると思うんだけど、これ全部チークで、あとは鼻先とかこの口元とかこの目頭のあたりに結構強めにハイライトを入れて、なんかちょっとバブな感じ、ちょっと幼く見えるような感じのメイクにしてみました。あとはね、実は鼻先にもちょっとチークが入ってて、ちょっとこう幼さを演出してますっていう感じです。そう、でもアイラインだけちょっと跳ね上げてて、ちょっとこうキリッとした印象にも見えるようにしておりますという感じの解説バンフィーさん、ハートありがとうございます。ウバグルマさん、グリッターありがとうございます。フーコさんもハートありがとうございます。タオルリボンのタカヒロさん、こんばんは。トモおじさん、こんばんは。ヨトさん、ハートありがとうございます。ヒロシンさん、だるまありがとうございます。タムヒロさん、タコちゃん花火ありがとうございます。ドリーマーさん、こんばんは。シュガキさん、スウェンさん、金魚ありがとうございます。カツトシさん、イージスさん、こんばんは。ヨトさん、ハートありがとうございます。カツトシさん、グリーターありがとうございます。そう、私はねあんまりそのガーリーな服は普段着ないからあれなんだけど、ネイルとか可愛いよね。上半身はこんな感じ、ワンピですねこれ。そう、ここにもねリボンがついてて可愛いよね。結構これも流行りのビッグカラー、繋がってるんだけど全部、そう羽織ってるとかじゃなくて繋がってるんだけど、
これもビッグカラー流行りのデザインですね。これスナイデルのやつでいただいたやつです。ありがとうございます。ファッションとかでもなんとかコアってジャンルあるけど、メイクにもそう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 なの、いろいろあるみたい。タオルリボンの高博さん、グリッターありがとうございます。ヨトさん流れ星ハートありがとうございます。マッシュさん、カズオくんこんばんは。シュウケンさんこんばんは、ハートありがとうございます。マッシュさん、自衛隊140人目ありがとうございます。さっきさ、私さ11時からだと思ってて間違えて配信始めちゃうとこだった。ファンタンさんこんばんは。勝利さん、レインボースターありがとうございます。上車さん、バラありがとうございます。マッシュさん、金魚ありがとうございます。シュウケンさん、流れ星ありがとうございます。ヨトさん、ミルクテイさん、ハートありがとうございます。ケンさんこんばんは。僕ですか、そうです、ありがとう。ウバグルマさん、花束ありがとうございます。ミルクテイさん、ハートありがとうございます。え、そうだよね、しかもさ、こう書き換えるの忘れててさ、私これを、このボードを、そう、明日も今日と同じになります。はい、ソーリーさんこんばんは。そう、なんかね、すごい、明日で、ええん違うか、明日が折り返しの日かだよね、きっと。そう、明日が折り返しの日で、今日が3日目でした。あっという間すぎる。明日4日目なんですけど、そう、ちょっとドキドキしてますね、ちょっとね。そう、とりあえず5位以内には入ってないと、何の資格もなくなっちゃうから、とりあえず上を目指しつつ5位以内はキープしたいなっていう気持ちでいます、今のところ。そう、11時はスキンケア終えてなかったから始めてもらったら少し困った。あ、本当よかったよかったよかった、ギリギリ。馬車さん、バラありがとうございます。そういえば芸能界デビュー9周年目ありがとう。デビューっていうか、私私今あれだから、芸能人じゃないから9周年、うん、まあそういうことになるのかな、これなんかどういう区切りかよく分かってないんだけど、そう、でもまあデビューというか、お披露目からは9周年経ちまして、10年目になりましたって感じ。みんなと出会って10年目って感じかな。一番最初に知ってくれてる人は、一番長い人で10年目って感じかな。ありがとうございます。やばいね、14歳だったんですけど、私ん14歳合ってますか、14歳だったんですけど、ちょっと恐ろしいですよね、もう23歳になっちゃった。そうだね、名前が世に出て9周年、確かに。ドリーマーさん、グリッターありがとうございます。オタコンヌさんこんばんは。そう、14歳の時にって、あ、オタコンヌさん、新型141人目ありがとうございます。花束もありがとう、嬉しい。オリゼさんこんばんは。金魚ありがとうございます。そう、いや、芸能人でも別に結婚しようと思えばできるんじゃない、一般の方とっていうありますからね、全然。ミルクテイさん、花束ありがとうございます。そうそうそう、前もまだ当時は26歳ピチピチの20代ピチピチの20代、関係者もまあ確かにね、ガチでさ、そういう活動とか、なんていうの、活動っていうか芸能のお仕事しててガチの一般人と結婚する人って多分同級生とかだよね、とかなんかその学生時代に関わりあった人とかの方が多いのかな。何の関わりもなくてさ、たまたまどっかで出会った一般人の方と結婚する人っているのかな、芸能人で。いるはいるのかな。おつさんこんばんは。マリナちゃんに求婚するたびに来世でねって言われるから、来世も人間頑張ってくださいそれは応援したいね、非常に。
ミルクテイさん金魚ありがとうございます。山形かかしさんハートありがとうございます。はるかねこさんこんばんは。ね、推しにたまたま出会いたい人生、やっぱでもさファンからしたらそうなるよね。どう考えてもなんかさ、私とかさ普通にさ友達なんていうの、私にも友達がいて友達とは普通にさ喋ったり会ったりとかするじゃん。だからなんか別に自分はそんななんていうの、なんかそんなこうなんて言えばいいの、なんかわーってなられるような存在じゃないとか思うんだけど、でもさ普通にさ応援してる人とかさなんか好きでいてくれる人だったらさきっとそうじゃないじゃん。だって私とかも別にさ芸能人の方とか見ても、俳優さんとか女優さんとかさ見ててもさ、こういう人にも普通にリア友っていうかいるんだもんなーとか思っちゃうから、そうね、部長さんこんばんは。親衛隊142人目ありがとうございます。ミルクテイさんグリッターありがとうございます。同級生が芸能人とか漫画の世界、いやそうだよね。大阪さんこんばんは。乳母車さんバラありがとうございます。バラすごい、もうあとちょっとで100万ポイント超える、すごい。3日だよ、まだ3日で100万ポイントってすごいよ。1日30何万ポイント稼いでるっていう計算ですから、まあね、あの1位2位とか倍だけど、でもそれでもまだ倍ですから、もう4倍5倍とかいかれちゃうとちょっとうんってなるけどそうまだ倍だから大丈夫。これなんて読むんだろう、正元寺さんかな、これなんか違う読み方があったら教えてください。ようこさんこんばんは。初見さんありがとうございます。うば車さんだるまありがとうございます。ファンタンさんミルクテイさん星花火ありがとうございます。りゅうくんこんばんは。ファンタンさん音符ありがとうございます。ありがとう。そうそうそうだよね。ケントさんハートありがとうございます。馬車さんハートありがとうございます。私この前友達、地元の友達に会った時になんか、マウって何してんのって言われて普段んみたいな、な仕事何してんのって言われてんーみたいなまあいろいろってごまかしたんだけど。ミルクテイさんだるまありがとうございます。そうごまかしたんですけど、うん、まあなんかいろいろやってるそう、あーみっちさんありがとう、お願い米ありがとうございます。そうきら星投げ忘れとかなんかないようにお願いします。余ってたらぜひお願いします。ミルクテイさんバラありがとうございます。そう別になんかさ恥じることじゃないんだけど、そうまあなんか細々と活動してるよって言ったんだけど、馬車さんバラありがとうございます。ミルクテイさん小判ありがとうございます。そしたらなんか私のさ、あの私のことを割と知ってる友達、その中でも私のことを結構知ってる友達が、いや個人事業主だよねってすごい気を使って言ってくれてそしたらもう一人いたの、そういう人だから、そういう人ってかそう活動してるとかじゃなくて個人事業主がもう一人いて、その中にそう、あ自分も自分もみたいな言っててあ一緒だねとか言ってました。ヨットさんハート流れ星ありがとうございます。ミルクテイさんハートありがとうございます。ヒデさん星花火ありがとうございます。うん20レベ初20レベありがとう、嬉しい。あそうそう嘘ではないよ、そう嘘はついてない。
めぐみのさんこんばんは。んちゃんと納税してるよ。納税してるからさ、税金の高さにびっくりしてるんじゃん。個人事業主はそれが一番大変な気がしますね。うん、驚いてる。アイドルの方で美容室で職業聞かれるのはかなり困るとき、あー確かにな。え、でもアイドルだったらさ、いや実はアイドルやっててとか言えるじゃん。私とかの方が困るよ。なんて言おうみたいな。え、ジムですって言ってる。ジムでこの爪いけるんですねってめっちゃ言われる。あーなんかはい。ジムでこの爪っていけるんですねって言って、あ、はい、あの打てれば平気みたいな感じですみたいな。でもなんかマジで友達、その友達でジムやってる子いて、私より長いネイルしてるのよ。もう全然もっと長くて、よくそれで生活できてるねって感じの長さの子がいるんだけど、その子は別に打てればいいみたいな感じなんだって、そのパソコンとかを。そうだからいろいろあるんだなと思った。お刺身さん、アナケンさんこんばんは。仕事の関係機関に訪問した同級生がいて、明らか仕事で行ったのにここで何遊びに来たわけじゃないよってね。そう、 ATM になろうって言ってる。本当にやったん。のりすけさん、よしひこちゃんこんばんは。よしひこちゃん100キラありがとうございます。ずーちゃんこんばんは。お刺身さん金魚ありがとうございます。そうそう、明日何のメイクしようかな。なんか今日とちょっと違った感じにしたいし、最近普通にあのなんていうの、私あの自分のメイク、毎日メイクがピンク系だから、なんかちょっとブラウン系とか挑戦したいけど、何かいいのがあるかしら、ちょっと調べてみます。しんいちさん、グリッターありがとうございます。アナケンさん、レインボースターありがとうございます。ピコットキャットラミコさんこんばんは。こんばんは。アナケンさん、だるまありがとうございます。ピンクとブラウンの他はなんかあのあれだったらあるよね、コーラル系とか。普通に物はあるけど、売ってるけど、私あんま使わないから持ってるかどうか。あ、ギャルメイクね、確かに。ちょっと強めいく、強め。ミルクテイさん、キラキラハート金魚その他お届けありがとうございます。スカーさんこんばんは、お疲れ様です。テイさん、だるまありがとうございます。ノリスケさん、金魚ありがとうございます。白ギャル、確かに。ちょっと私流ギャルメイクいこうか、強めメイク明日やってみようかな。としのりさんこんばんは。よしひこちゃん、グリッターありがとうございます。ヨットさん、ハートありがとうございます。あ、ミルクテイさんおやすみ、ありがとう、ありがとう。そう、なんかお天気悪いみたいだから、みんな気をつけようね。あの本当にそう、関東ってか都心の方とかなんかすごいあの洪水しててやばいみたいな、冠水してるみたいなの結構見るから、みんな気をつけようね。ありがとう、ありがとう。あ、やばい、待って、私100万ポイント超えた、嬉しい、みんなありがとう。ゴリゴリのギャルじゃなくて、ゴリゴリギャルにこれギャルじゃないよって言われる。あ、わかるわかるわかる、そうだね、そうしよう。明太チャリさんこんばんは。え、タヌキ何これえ、なになに、タヌキって何、これ9時からギャルメイクって絶対どっか出かけ、それな、こっから出かけてここまでに帰ってこなきゃいけないから全然時間ないから。そうだよ、そうですよ、そうですよ。豆の目さん、ハートありがとうございます。としのりさん、星花火ありがとうございます。ヨトさん、グリッターありがとうございます。タヌキってよりきつい、うん、私タヌキ顔の女の子めっちゃ好きなんだけど、自分は全然違うから。そう、マッツンさんこんばんは。クラブ行ってちょっと踊ってからクラブとか行ったことないんだけど。部長さん、グリッターありがとうございます。新一さん、小判バラありがとうございます。新一さん、だるまありがとうございます。
ばいやばい、変顔しちゃってる、いっぱい、ダメダメダメ。部長さん金魚ありがとうございます。え、そう、しかもさ、キャンキャンルームにも出られますので、今回あの賞を取ったらね、そう、1位だと出られるし、あのあれなんだっけ、あのキャンキャン賞に選ばれても出られますから。そう、でも1位だとね、あのイットガールのメンバーに選ばれるっていうので、とかあとキャンキャンモデルとか、前回は多分イットガールだったのかな。スカワさんレインボースターたくさんありがとうございます。ヨトさんハートありがとうございます。としのりさんもレインボースターありがとうございます。あー、かわいいやつ。スカワさんグリッタータワーありがとうございます。これ妖精みたいでかわいい、本当にありがとうございます。キラキラ、あーんーと、スカワさん四尺玉タワーありがとうございます。ガタジェイさんこんばんは。金魚ありがとうございます。あんこダメなんだっけ、あずきもダメ、あずきアイスもダメ、うん、あんことかあずきとか好きじゃないかも。あ、やばい、めっちゃ夏祭り開催されるスカワさん浴衣くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう浴衣くまちゃん、すごい超夏すごくないヨトさん星花火ありがとうございます。シンクレアさんこんばんは。おお、やばいくまちゃん4色ありがとうございます。母さん、くまちゃん4色タワー、ひょいさん星のステッキありがとうございます。星ステッキありがとう。シンクレアさんかわいいありがとうございます。キラリンキラリンキラリンありがとう。すごいよねこれね。よしよしよし、12時だよね、危ないね、大丈夫だよね危ないよ本当に。45分かと思ってドキドキしちゃったけど違った。ドキドキしちゃうね本当に。でも楽しい、なんかすごく楽しめてる今。なんか去年はなんかこのイベントの他にも気にすることがあったから、実習とかねいろいろあって、なんかもうどうしようどうしようって感じだったんですけど、あ、なんだなんだ、なんか4位に上がったったんだ、上がったんじゃない落ち着いてくれやったーん、4位だよーん、ありがとう。キミゾラさん、リベドラさんこんばんは。ニョカさんこんばんは。え、そう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 、順位上げすぎず程よいところをキープできてるか、いい感じ。そう、としのりさん流れ星ありがとうございます。ヨットさんハートありがとうございます。上がったったったしんいちさんレインボースターありがとうございます。え、そうそう、なんかあのここで落ち続けちゃうとちょっとうーってなるんだけど、まあ下もねそんなに離れてないからあれだけど、そうだね、でもうん、ここをキープしてっていう、あとはまあちょっとちょっとずつ上を見てって感じだと、もしかしたら可能性あるかもって感じだよね。うんと、どんなアイスが好き？なんかスーパーとかに売ってるようなやつはなんかいちごのアイスとかを選ぶことが多いかな。あのお店とかに売ってるやつはあのミルク、生乳ソフトみたいなのを食べることが多いかもしれない。あのなんかこういうソフトのやつとかだとかな。スカワさんレインボースターありがとうございます。いっぱいありがとう。新一さんレインボースター、星花火グリッターありがとうございます。流れ星もありがとう。ヨカさん星のステッキハートありがとうございます。なんかね、桃太郎とかガリガリ君とかみたいな、なんかああいうなんか氷系っていうの、シャーベット系はあんまり食べないです実は
そう、食べないわけじゃないんだけど、あんま選ばないかも。なんか夏とかでも結構クリーミーなアイスが好きかなって感じ。そう、なんかジェラート屋さんとかさ、結構あの味の種類がいっぱいあるようなところはいちごとかピスタチオとかミルク、チョコとかジャンドゥーヤとか、なんかナッツ系とかそういうの選ぶことが多いかな。桃太郎と牛乳でシェイクにする、何その裏メニューみたいなの、そういうのがあるんだ、何これ、はあ、何これ、対応 してたかな。カラオケは終盤でやろうかなと思ってる、後半で。明日はあの折り返しだから、そう、5、6日目くらいでやろうかなって思ってます。としのりさん流れ星ありがとうございます。フレームタワーありがとうございます。なんかこれキツネがいるこれタワーのここにキツネのお面がある、私ですね、キツネちゃん、ありがとうございます。川さん、ミニストップのアイスないな、ハロハロ買ったことない、見たことはあるけど買うタイミングがなくて。そう、ヨトさんハートありがとうございます。ミントアイスはね食べれなくないけどあんま選ばんかも。え、すごいすごい、何今のフレーム、ありがとうございます。そう、ミニストップね新潟にないんだよねそうそう、私も関東来た時にしか行けないコンビニだから、ちょっと遠くてもわざわざ歩いて行ったりとかしてたな。としのりさんハートありがとうございます。ヨトさんだるまありがとうございます。フレンドのソフトク、あ、わかる、美味しいよね。アイスクリーム送っとく送ってくれんの、クール便で。ハロハロとかミックスってなんだ。タワー日本はありがとう、ありがとうございます。祭りもうすごいんだけど、私の壇上でもう夏祭りが完結してる浴衣あって、輝きもあって、花火あってみたいな、提灯あってって、もう私のここで今祭りが祭りがもう体現されてるから。サーティワン好き、大好き、私めっちゃヘビーユーザーだよ。結構いいとこまでポイント貯まってますね。なんかポイント貯めても別に割引とかじゃないんだけど、そう、なんか1ポイント1円とかなんかそういうんじゃないんだけど、そう、でもポイント貯めてる。へえ、ドトールのカフェラテアイス美味しそう、美味しそうですね。アイスってこの時期最高だよね。私この前友達となんか生乳ソフトみたいな食べたけどめっちゃ美味しかった。うわなんかペンサやばい、えぐいけどすごーい。とりあえず3位、すごい、しかも1234ってなってる天才、1234ってなってる、すごーい、ありがとう、すごすぎる。ヨットさんだるまありがとうございます。え、めっちゃ嬉しいんですけど、この3っていう数字を見れるのがすごい嬉しい。そうだね、だからここを本当はここをキープして、だんだん詰めていけたらいいんだけど、それが難しいんだよね。そうそう、いやでもすごい嬉しい。だってみんなさ、ずっとなんていうの、1位2位以下もさずっと競ってるじゃん。だからさ、こうやって3位に今なっても、始めた時にはまた4位とか5位とかになってるからさ、だからそこからまたなんていうの、押し上げてもらえてるっていうのがすごいなって思います。ありがとうございます。
嬉しい。そう本当にこれもう多分1年の中で一番ガチイベぐらいなイベだから、そう頑張りたいですね。最後まで諦めない。まだ前半戦だしね。そうあんまり油断はできないけど、まあ余裕を持ちつつね、心に。そうあんまり追い込んでしまってもさ、いいことないからさ。そうそうそう。ヤトさんハートありがとうございます。ミックスソフトホームページ見たら今しゃいま時期だね。絶対美味しいじゃん、さっぱりして。まーちゃんもすごいライバーだけど、すごいライバーに挟まれてるの怖い。いや本当にそうだよ。そうそうそう、私の場合はさ、私がすごいってよりかはみんながすごいって感じだからさ。そうそう。新一さんグッドありがとうございます。馬車さん小判ありがとうございます。ヨトさんだるまありがとうございます。と新一さんペライトありがとうございます。シュウさんこんばんは。トシノリさん流れ星ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうねみんな。嬉しいよ。そう。夜アイス食べたく食べたくなってきたね。マッツンさん100キラありがとうございます。ありがとうみんな、嬉しい。カンカン言って、ハンバーグ同盟さんこんばんは。はやぶさ太郎さんこんばんは。野菜は何が好きですかって言われてるけど、ピーマンとかレタスとかトマトとか好きですけど、ほうれん草とかもめっちゃ好き。天使たんグリッター流れ星ありがとうございます。あさっての仕事帰りアイス買って、わいいじゃん。乾杯これ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 、爪とカップが乾杯しちゃってた今店員さんグッドありがとうございます。キノコはえのきが好き。しめじも食べられる。なめこも好き。あさっては健康診断を視力検査ノリだね。中身は麦茶です。スカワさんレインボースターありがとうございます。画面外に彼氏これやばいね一番怖いの。やだ何、もうやめてよこういうの。なマジなえるマジやめて。あげて上がったやつだけお知らせして。お気に入りのドレッシングは最近はなんかイタリアンドレッシングが好き。ちょっとオイルっぽいやつが好きですねえもうやめてマスルさんこんばんはえやだよねちょっと、もう何し静かにって感じ。本当にもうびっくりしたよね今。なんかいや3位とか言ってたのにさ、なんかいきなり4みたいなやめてくださいヤトさんだるまありがとうございます。いやそうそう楽しくいこう。そうウバグルマさん小判ありがとうございます。もうそうそう、もうさガンちゃんたもう無理とかなってても意味ないから。そう揚げぽよさ、揚げぽよ懐かしいな、なんかその結構平成な感じの。ドリーマーさん金魚ありがとうございます。シンクラーさんレインボースターありがとうございます。あすごい、しめじじさんグリッターありがとう。バシバシグリッターありがとうございます。あマスルさん親衛隊143人目ありがとうございます。そして花火ありがとう。馬車さんバラありがとう。ヨトさん金魚ありがとうございます。金魚すくいとかしたことないな私。アミューさんレインボースターありがとうございます
流星群ありがとう。アミューさん星花火ありがとうございます。ちょびっとぐらいは貢献された。いやいやいや全然ちょびっとじゃないよ。ありがとうね本当に心から感謝してます。これただなんかさ決まる、あシャッター音はあの私がスクショしてる音、あのこの親衛隊になりましたっていうのをスクショしてます。そうなんか怖くないよ怖くないよ大丈夫だよ。しゅがきさん星花火ありがとうございます。キャーどひゃーです。須川さん四尺玉花火ありがとうございます。あららら、これから終電で帰宅しまして気をつけて。雨は平気ですか？大丈夫？足元気をつけて。としのりさん、よとさん、流れ星ありがとうございます。慎太郎さんこんばんは。やばーいえーぐい。スカオさん四尺玉花火ありがとうございます。ありがとう。すごいすごいすごい花火大会です。今日はここがここが花火大会です。ありがとうございます。あ、しがきさんレインボースターもありがとうございます。すごいよえ最終日ゆうとさん星花火ありがとうございます。ありがとう。すごい豪華な花火大会。昨日の分、あー全然ありがとう。確かに確かに須川さん花火職人って言われてたよね去年も待って懐かしい。須川さん去年花火職人になってたよねここでここだけが分かんないけどさ花火師って言われてたよね。マッツさん花火ありがとうございます。花火玉ありがとう。やばい懐かしい。なんかそうだこの時期だったね。そういえばね、なんか時期がすごいさごっちゃごちゃになってたけど、そうだったそうだった、このくらいの時期花火師、花火師さん、あ今年も花火関連のランキングあるみたい。あそうなんだ。じゃあ、 あの各ルームの花火師たちが集うっていうことですかなるほどね、素晴らしい。そういうことか。いやすごいわ。すごいよ、だって4尺ってオジアでもこんな上がらんからね本当にそうだよ、すごいんだから。みんな片貝祭りよりここ4尺上がってるからねありがとうございます。すごいすごい。リップ塗っとこうね。ちょっとこれ更新されてどんなになるかなって感じですけど。おおおおおん、ええん、なんかおおおおおえい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 えとしのりさん流れ星ありがとうございます。あ、サイサイやったー暫定でも再度もらって、ありがとう。ヨトさんだるまありがとうございます。 MS さんこんばんは。確かに長岡とかより豪華かも。現実でこれだけの4社が上がるじゃ確かにちょっと消化じって感じかも。ありがとう。あと6分。キャー、え、でもさ、でもさすごいよ。さっきさ120万ポイントくらいあったんだけど、あの3位になった時に2位との差が120万とかってくらいあったんだけど、今111万とかだから、
いやめっちゃあるんだけど、そうごめん、なんかすごい全然ないみたいな感じだったけど、めっちゃあるんだけど、でもさ、それでもちょっとでもそのなんていうの、上位との差が縮まってる。すごい、ありがとう、嬉しいね。花火デートの理想シチュエーション、やっぱ浴衣じゃないですか。できれば相手にも浴衣着てほしいけど、まあ私は浴衣でみたいな。そうで、なんか屋台のやつとか、屋台出店のなんかご飯とかをいっぱい買ってシェアしたいかも。馬車さん、バラありがとうございます。ヨトさん、だるまありがとうございます。としのりさん、流れ星ありがとうございます。ティンバラさん、ハートありがとう。そう、あとは花火を見たいかなって感じです。もう浴衣とかマジでプライベートでは何年も着てないから。わかる、あと5分だよ、やばすぎる、早い。だってさ、これでもさ1日さ合計2時間は配信してんのにさ、めちゃくちゃめちゃくちゃに少ない。としのりさん、流れ星ありがとうございます。花火師さんの隣でちまちま鼻投げて全然そんなちまちまとか言わないで、ありがたいです、ほんとありがとう。7位くらいまで100万超えそうだから油断はなき。え、そうそう、ほんとそう。アランさん、こんばんは。アミューさん、ハートありがとうございます。いやマジでね、そうなんよ。そう、今はとにかくあのなるべく順位を下げずに、でもあの点差も開かないようにっていうのを意識したら望みはあるんじゃないかなと今のところは思っております。慎太郎さん、だるまありがとうございます。山でお出かけに行かれた、あるよ、あるある。喋りたいの、全然喋りたいってない、やばい、ふぅー、スカワさん4尺ありがとうございます。すごい、一生分の4尺ありがとう。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。すごい、めっちゃ祭り、やばいやばいやばい、うち花火師が暴走してるやばい。スカワさん、ありがとう、4尺すんごい。そう、新しい人にも来てもらえたら嬉しいよね。そう、でも今ちょっとさ、深夜配信とかできないじゃん、この枠以外だと。そう、今夜は試合じゃんありがとう、いっぱい。モカニャマンさん、金魚ありがとうございます。すんごいんですけど、あと3分しかないよ。そう、あやちゃんはねカフェ行ったことあるから、長岡で、でも結構前だから最近全然遊べてなくて、今度ゆっくり会おうねとは言ってるんだけど、なかなかね住んでるところも遠いから、私が地元に帰った時にね、あやちゃんタイミング合わせて会えたらいいなと思ってるんだけど。アランさん、グリッターありがとうございます。皆さん本当に今日もありがとう。アロマさん、こんばんは。ヨトさん、ハートありがとうございます。ミッチさん、定期コメありがとう。SMS 認証皆さんよろしくお願いします。あと初めて来てくださった方とかもしいらっしゃったら、フォローとかもお願いいたします。待ってます、名前すぐ覚えます。アルパカ8号さん、こんばんは。あと52ポイント52ポイントやばい。そうだね、あの、あ、そう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 、カフェ行った、そう、インスタ上げた、それこそ夏の時期とかだったかな。そう、またね、ぜひあのあやちゃんとお出かけとかしたら SNS にもちろん載せますし、あやちゃんの可愛いお写真もたくさんお撮りいたしますはい、皆さんありがとう。すごいよマジで、2位との差が105万になってます。まあまたね、これは暫定かもしれないけど、でもね、一度でもこういうあの数字を見れてるっていうのは本当に幸せなことなので、ありがとうございます。皆さん、としのりさん、流れ星ありがとうございます。ヨトさん、ハートありがとうございます。あと2分なのでちょっと締めますはい、皆さん今日も一日ありがとうございました。毎日遅い時間までお付き合いいただいてありがとうございます。明日はちょっと派手派手ギャル風メイクに挑戦しようと思いますので、また9時の枠でやりますので、はい、あのここはゆったりご飯とか食べたりしようかなと思ってますみんな今日本当にありがとう。また明日お会いしましょう。モカニヤマさん、ハートありがとうございます。天使さん、グッドありがとう。
マッツンさん金魚ありがとうございます。それではおやすみなさーい。ありがとう。また明日。